ソイ・ドニエストルルーブルは、モルドバ東部の未承認国家、ゾイ・ドニエストル共和国の通貨。補助通貨はカペイカで、略称は PR、PRB。ISO4217 の通貨コードは存在しない。PRB100 ルーブル、紙幣ソ連国立中央銀行100ルーブル紙幣1990年に、モルドバからの分離。 独立を宣言したソイドニエストル共和国政府は1994年に中央銀行のソイドニエストル共和国銀行を設立し、モルドバの通貨、レウとは異なる独自通貨として PRB の発行を開始した。当初はソビエト連邦の通貨であるソビエト連邦ルーブルの紙幣と同じデザインのものに少子を貼り付けたものが発行されていた。結局、 1994年のうちにハイパーインフレが発生し新しい通貨を発行。新通貨は 1PRB イコール 9000PRB のレートであったが、インフレの進行はその後も続き2000年には 1PRB イコール100万新 PRB のデノミネーションを再度実施した。2008年現在のレートは1ユーロイコール 10PRB 前後である。現在、 1.50.2550カペイカの金属製の硬貨が発行されている。2014年には法定通貨として史上初かつ世界唯一のプラスチック貨として1.35.10ルーブル硬貨が発行されたが、これらは現在では製造されていない。ありがとうございます。